こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日はですね、以前ライブストリーミングで行ってた農薬をかけた、貝殻虫がついてたインドボダイジュに農薬かけたっていうのを放送したんですけども、その後どうなったかっていうのをこちらでお伝えしていきたいと思います。一応見た目にはですね、この黒いこれが貝殻虫なんですけどついてるんですが、普通こうグッと力入れないと取れないのがもう簡単にですねポロッと取れる、つまり死んじゃっている死骸がついている状態なんですが、これどんどん取っていただいて、あと水でザーッと洗っていただければもう綺麗なインドボダイジュとして復活しますので、ビニールかけて農薬をかけるというやり方で、ガスを発生させて一晩置いたような状態でこういうぐらい、相当貝殻虫を殺すことができるので、ぜひですねやってみていただければ、もう本当に簡単にですね手でちょっと触るだけで貝殻虫はポロポロ取れるんで、あとホースとかで洗いながらですねこう取っていただくと、結構綺麗に流れちゃうんじゃないかなと思いますので、こうたくさんいたところもですね、もう本当手でグッて触るだけで全部貝殻虫取れちゃうんで、こういう、いろんな種類の貝殻虫に効くので、ちょっとうちの中で農薬を扱うのがっていうんであれば、ビニール袋をかぶせて中で噴射してですね、一晩外に置いとけばこのような形で駆除ができますので、ちょっとお困りの方ぜひこれで試してみていただければいいと思いますので、よろしくお願いします。